んにちは。アイドル好きが止まらないリポーターの浦恵梨香です。今日はアーバンギャルドさんとパスポさんの対バンライブに潜入しています。それではライブ前のパスポさんの楽屋に早速潜入してみたいと思います。失礼します。はい、というわけでパスポから4人来ていただいたんですけれども、はい、じゃあご挨拶お願いします。はい、せーの、アテンションプリーズ、パスポです。ゲーム大好きマイペースなパスポキャプテン、シロタンとアイポンことネギシアイです。はい、今日も地味に頑張ります。黄緑担当させていくと牧田さこです。はい、永遠のセブンティーンのピンク担当、まこっちゃんこと福中誠です。はい、パスポの妄想少女、黄色担当、森しこと森しおりです。イエーイ、声でかっ、はい、すごい、私もユニットで声でかい方だけどこんな感じで覚えてるんだろう。ライブということで、はい、すごい久しぶりに見せていただくんですよ。ああ、前フランジックと日比谷やんでやった、はい、来た時が多分最後なんで、結構前ですね。そうなんですよ、超久しぶりでちゃんと見れるの。その前にお客さんで、はい、あれはどこだろう、モーフ、モーフで見に行った時に初めて見させていただいて、はい、もうライブであのモリスちゃんがスカーフを落としたのを拾って笑顔でやった時に、すごいモリスちゃんに、そうなんですか。緊張してます。いやでも本当、でまこちゃんもね、あの雑誌で一度グラビアをやらせてとか、でさこちゃんも、はい、あの対談もさせていただいて、あれ、いやでもあのフランジックの方で、あ、そうですね、はい、TIF の記者会見で私はやってないんですけれども、あ、そうですね、別にですね、別にめんどくさいですけど、あの江戸パスポと同じような、あー、そうです、すごい、すごい、というわけで、まあライブこれから見させていただくんですけれども、はい、パスポのライブを見るにあたってここを注目してほしいってところありますか。わー、森氏のでかい声、はい、それ今でもう分かった。それはやっぱマイク通してても、いや、すごいですよ。多分一番声でかいですね。声量はすっごいあるんですよ。すごい分かる。マイクいらないです。いらない、マイクとか抜いちゃって大丈夫です。落とされてたりすることなら、たまーに、たまに下げられてるよね。ユニゾンとかで、そうなんですよ。あれ、おかしいなっていう時あるよね。はい、で聞くと、いやちょっと森氏ちょっと声でかいから下げて、リハーサルとかでも、あ、先生下げてくださいって自分から言うんですよ。あ、そうなんですか。もういいやと思って、そこで下げられるのは先に言っとこうみたいな。じゃあ森氏ちゃんの声、他に何かありますか。最近だと、あの振り付けで、はい、あのマテリアルガールっていう曲があるんですけど、うん、はい、あのまこちゃんとみよみよがその、はい、レクチャーをするんですよ、振り付けの。最近は結構毎回やってるので、それをぜひ覚えて。じゃあここでちょっとレクチャーを、ちょっと一人で、一人で行け。あそこでめっちゃメイクしますからね。じゃあマテリアルガールのサビやります。はい、最初はせーの、上、次は前、次は開いて、最後にヘイヘイな感じで、こんな感じで、かわいい、永遠のセブンティーン。結構前までは私と同い年だったんだけど、止まったんだよね。止まった、そうだ、年上だった。私は年上だった。成長し続けてるんですけど、来年はもうあれだね、最年少になれる。最年少になった。やったね。大丈夫、こんな感じなのね、いつも。こんな感じ。まこちゃんのイメージ、こういうイメージだから、私。うはえの子だ。あー、うはえね、みんな激しく踊ってるのにね。まこちゃんとナチが休んでるの。休んでるの。滝中先生、教えてもらいましたから、そこを見てください。先生。はい、本当にそんなパスポさんなんですけれども、はい、あの今度新曲発売されるという、はい、そうなんです。そうなんです。どんな曲ですか。今回はですね、あのジャパニーズパンクに挑戦していて、はい、振り付けもあのセンスを使ってるんですよ。関係ない。これは違います。これ違います。はい、体が勝手に勝手に言うじゃない。振り付けもすごい覚えやすいので、ぜひセンス持ってこうやって一緒に踊ってほしいですね。はい、センスとかグッズとか出たりは、あ、出ますね。出ますよ。じゃあそのグッズをね、ゲットして、はい、一緒にこの夏は盛り上がって、はい、はい、タイトルは、タイトルは夏空花火というタイトルで、8月15日に発売になります。はい、はい、
発売ですね、はいはい、そうなんですよ。なんかそれに伴っていろいろイベントもあるということで、そうなんですよ。その夏空花火の初回限定版を買っていただくと、8月26日に読売ランドで開催されるパスポ夏空花火フェスに来ることができるんです。はい、そうなんですよ。この振りは今のハマり、ただのマイブームです。マイブームです。すいません。すごいいいね、面白い。そして他にもパスポさん、はい、ツアーが決まっているということで。そうなんですよ。そうなんです。8月14、15、18日に東名阪ゼップツアーが決まりました。意気込みなんかありますか？あ、どうですか？登っちゃう、登っちゃう、行ってこい。やだ、あのね、振り間違えないように頑張って。そうそう、そうだよ。やば、今日も振り間違えないように頑張って。そうだよ、頑張るよ。そこもチェックしといた方がいいですか、ライブ。あ、もう、そうです、厳しい目で厳しい目で見てください。誰と比較すると一番わかりやすい？さこちゃん。そうですね、さこちゃんは性格なので。そうです、性格。まあ、成長が止まった分ね。あ、そっか。ちょっと質問があったんですけど、あの前にさこちゃんと取材をした時に筋肉がすごいなと思って、あで、ツイッターとかでもあの腹筋を6つに割りたいだとか。誰が？私ですね。そんなことつぶやいてるの？はい。あの何かそれでみんな気にしてることとかありますか？頑張ってることとか。あ、私は毎日毎晩腹筋と背筋をやってますね。アスリートです。はい、パスポアスリートっぽいイメージ。はい、ああ嬉しい。そうですよね。でもゲーム、ゲームは好きなんですけど、動けるオタクみたいなのを目指してます。今なるほどね。うちのユニットも基本的にずっとディフェンスやってる。あ、そうですよね。キャラ的に動かなきゃいけないタイプなんですけど。あ、そうか、難しいですよね。ずっと基本でディフェンスやってる。ちなみに今は何やってますか？今ですか？今なんか王様になって。ちょっと大丈夫？それ大丈夫？なんかローカルゲームみたいな。ちょっとローカルゲームな感じ。王様ゲームみたいな。違う違う、香港とかでやってます。あ、ヒータのゲーム。はい、はい、大丈夫。やっぱゲームオタクですね。はい、こんな感じで。じゃあ筋肉、さこちゃんもちょっと私の足をちょっと、そう、すごいなと思って。これムッキムキなんですよ。すごい可愛い格好してたのに足がムッキムキだった。いい足してるよ。いい足してる。ちょっと触ってみてください。めっちゃ、すごいですよね。すっごっ。アスリート、やっぱこれはパスポンダンス。そうですね、はい、まあ、まこっちゃんも結構あるんですけど。あるよ。今むくんでるだけです。これはあの筋肉っていうかむくみですね。いや本当にそういうところもね、きっとライブ中にあんま見ないでいただきたいですけど。はい、まさこの足とかね、はい、ちょっと注目していただいて。そうですね。これからライブということで、はい、頑張ってください。はい。